深夜カステファンは、ケニア出身で、日本国籍の元陸上競技選手、陸上指導者、オービリン大学陸上競技部駅伝監督、山梨学院大学附属高等学校、山梨学院大学卒業、身長165センチメートル、体重52キログラム、血液型 A 型、ケニアでは、 山梨学院大学での先輩にあたるジョセフ・オツオリと同じ高校に在籍していた。1990年交換留学で山梨学院大学附属高等学校へ留学。高校時は日本ジュニア陸上競技選手権大会の1万メートル優勝など好成績を残した。1992年4月、山梨学院大学小学部へ入学、出雲駅伝。 全日本大学駅伝、箱根駅伝で活躍、数度にわたる母校の優勝に貢献した。同学年のライバルである、早稲田大学の渡辺康之としのぎを削った。1996年3月、山梨学院大学卒業。1996年4月、大英に入社するも、事業縮小から廃部の浮き目にあい、1998年4月、 日立電線に移籍した。大学4年時の1995年から大英在籍時1997年の札幌国際ハーフマラソンでは3連覇を達成した。4連覇を目指した1998年の第41回大会ではアトランタ五輪男子マラソンの同メダリストエリック・ワイナイナが優勝、同じく男子マラソン金メダリストのジョサヤ・チュグワネには先んじが、 マヤカは三着に終わった。1999年12月に、元陸上女子選手で、1994年、東京国際女子マラソンに位、1995年世界、陸上イエーテボリ大会女子マラソン代表などの実績を持つサカリアマレイヨと結婚し、二次がいる。娘も陸上選手で、実業団の東東に所属。 2019年には都道府県大抗女子駅伝を鳥取7区で走った。2005年8月に日本国籍を取得。2006年4月、群馬県高崎市にある創造学園大学陸上競技部のコーチに就任して同部の指導にあたり、2008年の第85回箱根駅伝予選会に同大学初のエントリーを果たした。2009年度より、 同大学陸上競技部監督に就任したが、2013年3月に大学は閉校した。2013年4月に、オービリン大学陸上競技部駅伝監督に就任。この記事は、以下のカテゴリでも参照できますステファン・マヤカに関するカテゴリ。ありがとうございます。